8割のね、フィールドゴール確率だったので。昨日は14得点でした。アイラ・ブラウンのシュート、いきなり決めてきました、はい、これはもうアイラ選手の得意のいいヘルプをしました。そしてニュービルが自ら得点、スリーを決めてきました。これで同点です。やはりターンオーバーだったりセカンドチャンスだったりって流れ変えますからね。ここは決めてきたので問題なく大阪の得点。今日はスリーポイントを決めている細川ですが、モーアがつきます。細川打った連続得点、初めての投入となります。木下誠、地元大阪出身です。サイモン、そしてこの時点スミスがスリーポイントシュート、決めます。追いつきました京都。あ、そして久保田スピードに乗ってレイアップ。ここがその前のプレー、まあ、ミスマッチであったり、まあ、強い場所にしっかりこうボールを供給している印象がありますね。ここでアイラ・ブラウンのダンク、12点差つきました。ニュービル、ここで詰めていたハント、時間を見ながらシュート、ゴールを決めて終われるか。まずまたハント、あ、これじゃ、はい、タップして決めて、ここでブザー、はい、ここですよね、このポジション。少しね、京都も長谷選手出て今ビッグラインナップしているので、昨日もこのニュービルをよく抑えました細川です。ディフェンスもいいシューティングガードの細川ですが、フローターシュート、さらにファウルがありました。ここですね、これ今落ちてもアイナ選手、エリス選手2枚リバウンドに、あ、しっかり遺伝してますね大阪、はい、あ、スミス、これ今ビッグラインナップにしてる強みですよね。コーナーで木下どうか、落ちた、ただリバウンド取った。ニュービルのスリーポイント、ついに決まる、6度目の正直。今もスリーポイントエース、こちらは先ほどニュービルが6回目のアテンプトでスリーポイントを決めた場面でした。一旦同点のスリーポイント、いや今、はい、出たんじゃないかっていうジェスチャーで、はい、あ、このコーナーで木下スリー決める、はい、もうこのエリアがね、ニュービル選手が少し、はい、マッチアップずれてしまいました。サイモン決める、ここは決め切りました。さあ乗せニュービルがアタック、フローターのシュート、あ、落ちる、ただハント決める。これタイムアウトないんで早く出さなきゃいけないですよ。試合再開となります。2本目も落ちます。そしてハントが取る、時間が増え2秒、タイムアップです。大阪逃げ切りました。